前回共通テスト模試の結果を発表。河野から厳しい好評も受けた門下生たち。もう受験は間近。おはようございます。おはようございます。今日は何か用意しているんですか？これは今日はですね、赤門の門下生たちに、最後の挑戦状を用意しました。赤門道場の門下生たちが最初に集まった時に実力テストを受けてもらったと思うんですけど、あの時はまだまだ実力が足りてなかったんですけど、あれから成長してみんな勉強して、今ならねいい点数を取ってくれると信じて、前回と同じ形式ではあるんですけど若干問題も難しくしました。皆さんおはようございます。おはようございます。最近みんな勉強どうですか？ぼちぼち。そうだよね。どうですか？なんとか上がってはいってるかなっていう感じがします。成長してることが大事だけど、成長の角度をね少しでもつけていきましょう。どうですか？自分もずっと見直して、明らか国語が弱点だったっていうのを、過去の放送でも毎回顕著に出てると思うので、田中先生の方でビシバシやってます。はい、鍛えてくれてるということで、どうですか？ちょっと勉強飽きました。さすがに飽きるぐらいちゃんとやってるっていうところしかない。でなんか、そうですね。東大オープンが冊子に載りました。おお、素晴らしい。実力はあると思うから、そこのね実力を出し切れるように、おっちょこちょいのミスを減らすように試験本番まで頑張っていきましょう。勉強どうですか？風邪ひいちゃって。ああ、そうなんだ。そうですね。もうすぐね、あるので頑張っていきましょう。皆さん今回なんですけど、初回に何やったか覚えてますか？忘れるはずない。実力テストをみんなに受けてもらったと思うんですけれども、結構悲惨な感じだったと。でもあれから勉強もみんな進んだと思うので、今回は僕からの最後の挑戦状としてまたテストを受けてもらおうと思います。第1回の実力テストより今回の最後の挑戦状の方が、形式は同じだけど若干難しくなってます。とはいえ、実力がついた皆さんなら、きっと前回より点数をね取ってくれると思うので期待してます。頑張ってください。それでは始めてください。共通テストまで1ヶ月を切った河野からの最後の挑戦状に真剣な眼差しで挑む5人。成長を見せられるだろうか。試験終了です。筆記用具を置いてください。では解答用紙を回収していきます。皆さん最後の挑戦状お疲れ様でした。結構ね第1回と比べて問題の難易度も上がったんじゃないかなと思うんですけど、ちゃんと点数に反映されてるかはまた話は別なので、ちょっとね採点の方をしたいと思います。皆さん頑張ったということで、共通テストの決起会を兼ねて、みんなでピザを食べましょう。ただ、その前にですね、みんなを応援してくれる、スペシャルゲストが駆けつけてくれてるので、ちょっとだけここで待っててください。ではお待たせしました。スペシャルゲストはこの方です。どうぞ。どうもはじめまして、こうちゃんって言います。よろしくお願いします。なんかあんまり僕何も知らないで来たんで、いやでもクイズノックの今はもう卒業は発表したけど、こうちゃんも東大の OB ということで、応援メッセージみたいなのもらえたらなと思います。昔ね、ちょうど同じように受験生を応援するフェアインドっていう団体に入ってたんで、なんか懐かしい気持ちです。あ、そう、みゆちゃんね、実はめちゃくちゃ大好きで。あ、本当ですか？すいません、先日卒業発表なんかしちゃってね。前回かな、撮影の時に好きな人はっていうのでクイズノックですって言ったから。あ、本当に？そう。じゃあ十何人ぐらい好きってことね。確かに。特にその法学部っていうの。ああ、法学部、はいはい。そうで、すごい親近感湧いて。ああ、ありがとうございます。今の一瞬で僕を好きな理由言ってくれて。はい。見つけるのうまいから。なかったね、今ね。受験生の時は僕はね、結構二次試験のことしか考えてなかった。俺はね。でもそれは良くなかったなと。今の共通テスト昔センター試験だったけど、その対策もっとやっとけばよかったなって。なんかね、正直結構ね、なんかセンター当時余裕だろうと思ってたわけ。もう余裕でしょと思って。だから2次ももう合格圏内とか言われてるし、さすがに大丈夫だよと思ったら、本番マジ急にやっぱド緊張してみたいな。で結構普段数学とかいつも絶対90何点とかなんだけど、本番だけ70何点とかぐらい、もうめちゃくちゃ失敗したから。そうだね、やっぱね、そういう意味で本番で力発揮するのがやっぱ大事だなって思うんで、真剣に東大目指してるみんなだったら結構もう今から2次のね、気持ちかなり高いと思うんだけど、共通テストでやっぱ失敗しないようにというか、家でも訓練とか積んだ方がいいんじゃないかって、僕はやっぱ失敗者見としては思いますね。本番だけ解けないなんてあるって思うんだけど、あるんだよやっぱり。本番ってやっぱめちゃくちゃ緊張したし、東大入った後、こんなに楽しい人生待ってるよっていう、それをぜひ教えてほしい。ああ、はい。まずね、ずっと家族が褒めてくれます。はい、そうだね。まず自分のスタンスとしては自分のために受験はしてほしいなとは思うんだけど、結構やっぱ家族が喜んでくれたのが嬉しかったね。まあいろいろあるけど、まあ我々とかもそうだけど、結構やっぱ東大生ってだけでいろんなチャンスがもらえたりすると思います。本当に我々も偶然 Q さんとかで出会ってね。確かにそうだね。それから仲いいもんね。それから仲いいとかみたいな。もちろん東大以外のところに行った時にもそれはそれで違った出会いがあると思うんだけど、東大に入ったらみんなが驚くような出会いがいっぱいあると思います。あと自分が人生で絶対経験しないようなことをしてる人といっぱいいる。それは東大の一番の魅力だなと思います。刺激的だよね。刺激的な日々ですね。周りの人にも恵まれてるし。じゃあ最後にみんなにエールをお願いします。はい。これはエールを送りつつみんなへの忠告でもあるんだけど、やっぱり僕の周りで東大受けようと思ったら受けるって言ってる人も結局全然やってなかった人多かったです。なんやかんや。そういう人が結構たくさんいるんだよ。だから逆に言えばちゃんとやったら、ちゃんとっていうのは量をやみくもにやるとかじゃなくて、ただ授業聞いてるとかじゃなくて、自分なりにやっぱ力をつけてるなって実感できるような勉強だと思うんだけど、それをちゃんと積み重ねていけば東大は、言うてもいっぱい入れるんで、いっぱい1学年多いんで、その一人には多分なれます。自信を持ちつつ、元気とかいろんな人からアドバイスもらいながらやれば絶対受かると思うんで、頑張ってほしいなと思います。はい、ありがとうございます。明日からの勉強に生かしつつ、自信を持ってね、本番に臨めるように頑張っていきましょう。はい、こうちゃんもね、お腹空かせてるということなので、本当にお腹空いてます。みんなでピザ食べて、はい、共通テストに向けて決起会していきましょう。おー。受験合格に向けてみんなで頑張っていきましょう。乾杯。乾杯。イエーイ。そうだね。来週、クリスマスも間近で元旦もね、入試直前に限ってさ、すごい祝日多いけどさ、関係ないもんね。多分これはまずピザを取り始める。どうぞどうぞ取ってくださいな。ハワイアンピザってね、カナダ発祥なんです。どれですか？どれ？そう、これちょっと詳しい。いや、なんかアレクサに今日の豆知識って言ったら教えてくれます。そこでハワイアンピザはカナダ発祥っていう豆知識を教わったんだ。すぐ生きたね。意外に丸亀製麺の1号店は兵庫県とか、丸亀じゃないって。築地銀だこの発祥も群馬県ね。これでパワーついたと思うんで、明日からね、しっかりと今日蓄えたものをその勉強に生かしてほしいなと思います。それでは結果発表をしていきます。みんななんとか食らいついてはいましたかね。まずですね、新田君ですね。前回こんな点数でしたが、今回は140点でした。やれるだけのことはやってきているので、成果も全くないわけじゃないと思うので、前数学で落っこちたっていうふうに多分言ったと思うんですが、英語でも去年は実を言うと低い点を取ってまして、それをやっぱり繰り返したくはないので、まあ、今いろいろ四苦八苦してやってるとこなんですけど、まあ、2ヶ月目に間に合わせるしかないっていうところですね。まあ今回問題全体として結構試験本番で出てもおかしくないなみたいな問題を寄せ集めたんで、まあ、これ本番の点数だったら若干まあ点数は届いてないかなって感じですね。では続いてこうきくん、前回ね国語満点で合計163点でしたが、今回は150点。全体としてすごい悪いわけではない。ただ今回もおっちょこちょいやってました。2個やりましたね。あ、気づきました。着実に成長はしてきると思うんですけど、その4ヶ月前から言ってたそのミスを減らすっていうのがいまだに減らせてないことに対してちょっと自分もちょっと焦りはありますね。本当にどうしたら減るのかなっていう。毎回の模試でやってるからね。うん、冷静に問題一問一問と向き合えたらいいですね。では続いて元気くん。元気くんはね前回国語と英語がねなかなか取れずっていう感じで、83点でした。今回は132点でした。まあ、数学もね、まあ、結構倍近くになってて、で英語もちゃんと伸びてました。個別指導で国語も始めました、はい、始めましたね。やっぱり自分でやるのと教えてもらうのって全然違って、国語って解釈の問題なんだと思うので、他人から別視点で教えてもらうっていうのは客観的に自分の考えを評価するにはとてもいいかなと思います。自由英作文とか、まあ英文和訳のところとか、記述の部分において結構ちゃんとできるようになってるなっていう感じはしたんですけど、まだまだ伸びしろはありますね。続いてももかちゃん。合計123点だったんですけど、今回は188点ということで英語が85点でしたね。大問1、その東大の過去問だったんですけど、選択肢のところも満点で全部合ってました。素晴らしかったです。今日のテストは田中先生にも国語が一番できてたと言われ、あと英語もいいって言われたので、すごい自分の伸びを感じて嬉しいです。はい、では続いてみゆちゃんなんですけど、ここでちょっとみゆちゃんの方からみんなに伝えなきゃいけないことがあります。じゃあここで私は赤門道場を脱退しようと思ってます。理由としては1ヶ月前くらいから体調不良があって、なんかちょっと勉強に支障が出てて、一旦ここで無理するより休養するべきかなと思ったので、今年の受験は断念します。だけど東大は諦めきれないので、また来年の東大受験再チャレンジに向けて頑張ろうと思ってるので、一緒に頑張りましょうっていうか、なんか会えないかもしれないけど私も頑張るので、皆さんも頑張ってください。まあ、本当に赤門道場脱退っていうことで、まあ、勇気のいる決断だったと思います。まあ、本当入試って想像以上に、まあ、負荷がかかるので、最後まで走り抜けられるだけでもものすごいことで、まあ、みゆちゃんはここで脱退になるんですけど、まあ、今年の受験みゆちゃんの分も一緒に頑張るんだっていう気持ちで乗り切ってほしいなと思います。結論から言うと、赤門道場を脱退したいと思っています。報告自体もすごいするっていう決断もすごい大変だった。勇気がいると思うんだけど、それをして私も正直にやってくれてありがとうございます。とても何よりね、体が大事だと思うし、しっかり今は休めてもらえればいいかなと思うのと、まあ、入試ってそこが素晴らしいと思うんですけど、誰にでも平等というか、別に今年とか次に受けなきゃいけない、受けなくてもまた次の年でまた何年もって、まあ、誰にでもこう平等にこう試験は訪れるので、みゆちゃんがそうやって行きたいっていう気持ちがある限りはチャレンジ権はあるので、頑張ってほしいと思います。ここで学んだことを通して、ね、また来年に生かしてくれたら嬉しいです。お疲れ様でした。お疲れ様です。一旦お疲れ様です。一旦はね、一旦休みましょう。普通に多分応募してなかったら出会えてなかったような仲間とかとも出会えて、心から応募してよかったなって思ってます。本当にありがとうございました。でもこうたくさんの方々に応援されて、こう自分でも精一杯頑張れた半年だったので、本当に私の人生においてすごい貴重な期間だったと思ってます。ありがとうございました。アドバイスとかがすごく的確で、こんなに優しくて親身なんだなっていうのを肌で感じて、出会えてよかったと本当に思います。撮影以外でも、面談とかでも真面目な話をしていただいたりとか、自分の受験勉強、この半年間において指針を与えてくれるような頼れる存在でした。ありがとうございました。これからね、入試が始まるわけだけど、その前にクリスマスだったりお正月だったり、いろんな祝日がありますけど、みんなには関係ないですね。はい、勉強してください。頑張りましょう。はい。周りに内部進学が多い中で大学受験をするっていう選択をしたみゆちゃんにすごい刺激を受けていました。自分もこれから頑張れるよう、みゆちゃんからの刺激も忘れずに頑張っていこうと思います。まず今までよく頑張ったっていうふうに言いたいですし、あとはやっぱり休めるだけ休んで万全の状態になってまた戦いを始めてほしいなっていうふうに思います。また一緒に同じ駒場のキャンパスに足を踏み入れましょう。夏から一緒に頑張ってきて、合宿とか結構テストとかも大変だったりしたけど、でも一緒にいない時もずっとスタプラでつながってて、もしみゆちゃんも頑張ってるから頑張ろうとか思ってたし、すごいずっと15時間とか確か夏の時やってて、すごいなって本当に尊敬してて、でも健康が一番だし、無理しない選択ができたのもなんか上から見せみたいだけどよかったし、また会いましょう。文章いいこと書いてる。